車の話坂戸店のコーナーです。やってまいりました。次はさあ今回は次は三馬監督、え、なんで俺はグローブしてるんだろう。あ、なんかグローブしてますね。いいねいいねいいね。ということはめっちゃ緊張します。はい、ということはいや、ちょっと僕も試乗させていただこうかなと。はい、それはそうでしょうね。そうですね。そもそも三馬さんが今回は試乗ということで、はい、群馬サイクルスポーツセンターにやってきてますけども、はい、まあ、あいにくの雨ですが、はい、まあ、今回はなんと土屋さんがいらっしゃっていますので、はい、ぜひあの一周しそうという形で、はい、よろしくお願いします。買うか買わないか決めたいんでしょ。そうです。それは本人が走んないと。いや、本人走りますけど隣にこの方なんですよね。あなたさっきまで声優にすごいパワハラしてましたパワハラなんてそんないや、畑中さん結構怯えてましたよ。本当ですか。いや、でも逆に言うとこんなに縮こまってる三馬さんを見たことはないです。縮こまったっていうな。でもさっきあれですよ、裏でちょっと手が痛いかもとかって言ってました。急に言ってやる。ちょっと手足が痺れ始めてるな。何か言ったことないです今まで。この走れば治っちゃう。治りますね。そう、はい、走れば治っちゃうね。ました。まあね、あの短時間で畑中タスがピュッて伸びたんで、はい、ちょっと先生にも見ていただこうと思います。はい、ぜひ。ね、3号 GTR ニスモに乗ってる人ですよ。いやいや、もう上げてるな。もう安全運転。安全第一で。そうですね、はい。安全運転でまずは行ってきてもらおうかなと。もちろんこの路面だからね。そうなんです。そう、危ないことしない。はい。ね、よろしくお願いします。はい、はい、ということでこれから三馬さんにまずは一周していただいて、はい、その横に土屋さんが乗っていただきます、はい、その後に土屋さんが運転席に乗っていただいて三馬さんが助手席に乗っていただくと。地獄ですねそれ。地獄じゃないと思います。天国だと思います。本当が地獄なんだ、はい、ちょっと失礼なこと言ってますよね。ちょっと地獄とは僕言ってないです。あ、僕です、はい、地獄ですそういうことです。はい、というわけで行ってみたいと思います。はい、はい、いい感じいい感じ。はいはい、まず追いかけましょう。まず知らないんで、まあ、前のブレーキ踏んだら踏めばいいから大丈夫。はい、もうちょっと煽ればいいじゃん。いやいやいや、瀬尾さん瀬尾さんやめて。ニガちゃんだって音響の時はすごい攻めるくせに。いや音響は攻めますけど音響とは違いますよ。いける、全然いける。こんなスピードは本当こんなスピード全然いける。全然いける。え、2か3ですか。まあ、この下りだと4に入れられるよね。全然いける。でも4速。え、4速、うん、この下りは4速。3号 GTR 2速だったらここで185キロ出てる。うわ、いける、全然いける。本当ですか。いけるから、本当にさ。わかりました。そういうブレーキでいい。で、もうちょっと行って2、もうちょっと行って、はい、2速。そう、はい、はい、追いかけます。いけ、追いかけます。そう。いいじゃん、みこちゃん。いいぞ。黙っちゃいますよ、俺。いいぞ。はい、3。いいぞ。で、ブレーキをスーッとかけていって、アクセルじわーじわー、はい、そう、アクセルじわー
ありがとうございます。なかなかいいぞ。ありがとうございます。なかなかいいぞ、すごく嬉しかったです。あの、震えてます。でも良かったです。いや、あの、分かりました。乗せてくれるんだね、千代さんって。そうです。俺、あんまり褒められたことないので、すごく嬉しかったです。あ、よかったよ。もう一時期、もうなんかイニシャル D みたいになってたの。かなり近い距離で走ってましたね。うわ、うん、いや、もうもっと攻めろ、攻めろ。攻めろ先生が、もっと行けって。あ、なかなか良かったよ。後ろから見てても結構綺麗に走ってましたね。そうそうそう、本当ですか。ありがとうございます。なんか今日皆さん、なんか買わせるために必死ですね。でも別に買わせるためじゃなくて、いいものはいい。そう、いいものはいいですね。もうありがたいです、本当に。ありがとうございます。いいよ。ZM6 はいいよな。結構やっぱりそのベースとしてはすごいいい車なので。でもね、あの、はい、ずいぶんイニシャル D からお付き合いさせていただいてるんですけど、うん、はいはい、土屋さんにドライビング見てもらうの初めてなんですよ、僕。あ、そうなんですね。いや、本当初めてなんです。そうだよ、だってイニシャル D の時は全車俺の横に乗って音取ってたから。そうなんですよ。あ、ずっと同乗なんですね。へえ。だから前出しちゃいけないのに、前も見てないし、ずっとこう音チェックで。うん、今日なんか初めて、そうそう、いいよいいよって言われて、なんかじゃちょっと感極まる。いい、本当に視聴者の皆さん、すみません、本当に。すごい、すみません、すごい、ありがとうございました。じゃあ、みのちゃん横に乗ろうかね。次は、うん、それもね、何回もあのこうマイク持ってやってるんだけど、だけどさ、今まで仕事で前見てないじゃん。見てないです。今日は前見て、針しか見てないです ね。今日は前見て、はい、怖いんだなっていう。楽しいんだな。楽しい、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 楽しいんだな。ギリギリ違うことなんで。楽しいんだなっていうね。わかりました。そう、景色を楽しんでほしい、ね。そうですね。景色を、はいはい、流れる景色を。流れる景色を。だから。いますよ。よろしくお願いします。はい。楽しいですね。
いやいやいや。足つっちゃった。足つってんですけど、みまちゃん。みまさん、大丈夫ですか？ちょっと勝った方が。みまさん、ちょっと、ね、最後、くるくる回ってましたけど。みまさん、足がつっちゃった。大丈夫ですか？最終コーナーでみまちゃん、足つった、足つった。どうでしたか、みまさん。みまさん、買わせてください。ありがとうございます。いやいや、初めてあの土屋さんに乗せていただいて声を出せるチャンスをもらったら、はい、なんか楽しくて笑っちゃって、それで土屋さんも二人でケラケラ笑いながら乗せてて、はい、いや二人で笑ってたね。笑うしかないんだよね。いやすごい。いや、うん、またしても僕は追いつけなかったですね。あ、いたの？一瞬でも、1コーナー目で、1コーナー目で。いやいや、後ろに新井さんがついてるなんて、もうそんな余裕ないから。あ、なるほど。本当に。え、でも前見えました、でも。いや、見えました。あ、で、ちょっと、土屋さんがあのクラッチをケレケレって、ちょっと僕がやってる時に、はいはいはい、それをもう、走りながらケルを教えてくれて、はい、回転を上げるために。あ、なるほど。クラッチをキレって聞こえてたんだけど、ケレって、はいはい、耳が遠くなったんじゃないかな。いや、蹴るまで教えてもらって、この今の最高の中で。二足三足でさ、トルクバンドから外れるじゃん、はいはい、で回転上がらないから、はいはい、アンアンって一瞬、はい、そうそうそう。いや、そういうの知らなかった。おお、いろいろ学習させてもらいました。楽しい、やっぱ車って楽しい、ね、楽しいよね。はい、本当、先生ありがとうございました。いいね。今日は本当に貴重な体験を、よかったよかった、2人ともに。あの二人も楽しんでもらえたかな、はい、めっちゃ楽しかったです。なんで上から見たの。番組ジャックみたいな感じだから。いやでも面白いよね、車ってね。いや、そうですね。なんか無限大な感じがしますね。いや、これがやっぱり扱えるようになったら本当車ってもっと車大好きだけどもっと楽しくなると思う、はい、うん、お、うん、じゃあぜひ今後ともいろいろ楽しくなる企画を、はい、ぜひ参加させてください。はい、ぜひこちらこそ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。購入者のお名前を書いていただければと思います、はい、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。